안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오와카머리다私逆にピースで行こうってほんまに思ってて、だからか。そう。じゃあ今日もね韓国料理食べたいんですけど。何食べるんですか。もえももごもごももごご。可愛い。ももごよ。ももよ。おお。森が持ってたのはもうもんぬんごえ。もんぬんどごよや。もんぬんごえ。もんぬんごえ。今言ってない。ももえぬん。今日も愛も変わらず、もう美容感も仕掛ける仕掛けるもん。ずっと、ポンちゃん今日何食べる？好きあらば何食べる？だから愉快な。もう俺なんかこれじゃないとか思ってるやつと思ってない子あんだよ。うんちゃんって今見てて、これかもしれへんなっていうのはちょっとだけ一個思ってて。おぶでしげ。おお当たった？ちゃいます。母さんから送られてたから、うん、そう、腕チゲできるやんって言ったから、もしかしたら腕チゲかもしれないなと思って。わー、食べたい。食べたいよ。私もわかんないです。もう、前年越えよ。じゃあ、今日は何食べるかというと、今日食べる料理の名前は？はい。チラスだな。チラしすぎる。何かというと、前で。ナッコ伏せです。ナッコ伏せです。やばい。それはやばい。食べれるの？やったー。最高。私も予想外やった。これね、おかは食べたことないよね。ずっともごしっぽいをやった。ずっとずっともごしっぽいをやった。手に入ったん？あのね、正直は。あの今日食べる材料でこれを細かく言うとおーでーせになる。まあでっちゃんとエビやな。おおはね、あタコ、あちょっとイカや、イカ、そうそうそうや。だから本当にナッチとこっちゃんではないんだけど、まあそれっぽい料理作れるなと思ってこれにしました。もう全部好きや、もうこの3つ。ちょうどこの前イオンに行った時にでっちゃんを冷凍のやつで売ってて、それを見た時にあいけると思って調べたら、釜山で食べたケミジン、ケミジンのレシピを研究した人の記事があって、でっちゃんバージョンとかで、その人もでっちゃん使ってた。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこの人の記事は結構詳しくて、このまま作ったら、まあ、同じ材料じゃないけど作れそうと思ったんで消えましたね。私もちろんね、ずっと赤が食べたい食べたいって言ってたんで。簡単すぎる。なんかイオンでそれを見つけてできるんちゃうっていう発想のうちはもうもうさすが料理人、料理人、マジで料理人。わあ、美味しい。やばー、腹減ってきた。やばい、テンション上がる。今日は空気や、もう今日は小さい所、小さい所。いやもうマジであの味がもう恋しくじゃなくて。うわー。今言ったっけ、言ってなかったっけ、ナッコプサどうしても食いたくて韓国料理屋さんに行って、ああそうやな、ナッコプサって字があったから、うわっ食えると思って注文したら全然ちゃうもん出てきたから、もう俺そっからもうショックが大きすぎて、あんなん食わんのかってマジで、マクドから甘いし、何なんこれと思ったもん。じゃあ今日もそれ食べますんでね。じゃあ今から調理していきます。はい、行きまーす。行きますね。はい。
あ、なるほどね。マジであれやん、ゲミチップやん。そうやね。え、韓国でもこんな感じ時代あったの？そうそうそう。お店やん、マジで。机に埋め込まれてて。そう、埋め込まれてたの。なるほどね。まず持って行って、クスクスさせながら、いろいろ持っていきます。はいはい。じゃあ、これですね。うわぁ、うぅまだ分からんやろ。うん、分からへんもんな。ちゃんとやってる、やってるお店っぽい。うん、なんだってるやん。だからかまださ、料理の匂いしないなと思ってて。確かに。ゲームジップも最初白かったやろ。そうやね。へぇこんな感じで出てきたんですか。そう、マジで分からんかった。そうなんや。ご飯は大盛り。まあ、はい、ね。まあまあ、向こうでもお米食べたんですか。米入ってない。米に入れて、混ぜて。そういうことか。うん、ご飯が茶碗。うん、そう。ご飯が茶碗って。どうぞ。うお、あ、お腹の感じ。そういうことか。お腹の感じ。そうや、こんな感じ、こんな感じ。もうほんまにゲビチェやん。タムジュー。わー、いっぱいある。コンナムルー。コンナムやけど、コンナムブチミしちゃいました。混ぜてもいいし、そのまま食べてもいいし。おお。これだけでご飯食べれそう。もやしだけで全然いける。いや、マジで味知ってるから、よだ止まらんわ。ほっぺが横が痛くなってくるやつや、わかる。おぉ、さっきまで色ゼロやったのに。出てきてる？出てきてます。あ、ほんまや。え、なんで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 、ブー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 。下に赤いやつが。そういうことか。色が出てきてる。うわ、ほんまや。あと、事前に言っときます。これ、もう一回分あります。全く同じ量、全く同じ感じでできます。ありがとうございます。え、じゃあもう一杯入れよう。オープンします。オープン。オープン。やばい。おでせー、やばい。いや、おっと、おっとだ。おっと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 。おいしい塊。やば。でも、うわー、ぽいってか、まま。韓国で見たやつ。うん、もうちょっと白は少なかったけど、うん、でもまま。でもこれ見るだけで白ご飯いけますね。いや、間違いない。やばいやばい。あ、これや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 。おいしい。これこれこれ。反応がおいしい。それっぽい。いや、ほんまに。やばい、やばい。お、それっぽい、それっぽい。今日この店予約してよかったですね。いや、ほんま、ほんま。予約してた。予約してました。あー、やばいな。え、ヘヨンデンやん、ここ。いや、ほんまや、ヘヨンデンやん。あと1本。はい。30秒から入ったな。え、なんちゅう見た目しちゃえんねん、ナッコプセ。お、まだ15秒。5、4、3、2、1。オッケー。どんなんやろう、正直。うまいっても、分かってる。うぅ、この上にね、どん、うぅ。うぅぅ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 。お願いします。ありがとうございます。はい、できました。ありがとうございます。はい、と、はい、どけすんだ。やめすんだ。どうぞ、食べましょう。どうやろう、それっぽいけど。うん、これ大丈夫。めちゃくちゃ美味しい。やばー。うわ、これ食べてたみんな。うわ、めっちゃ美味しい。そうです。じゃあまだ、あ、うまっ。うん、いい感じ。うん、辛くない。うん、おお、そう、辛みが多分向こうが全然マシだと思う。おお、なるほどね。うん、うまっ。え、めっちゃうまいやん。やばい、やばい、やばい。 え、このレシピやばい。かなり近くない？近い、めちゃくちゃ辛みがそこにちょっと日本風っていうか、せやな、重なるって感じがする。そう、俺が使ってるこっちからとか系の方が、うん、こっちのものやから辛さちょっとあれやけど、そうそう、めっちゃ近い。うん、嬉しい。ずっと食べたかったもん。やばい。うん、いや、マジで近いか。まあまあ、うわ、マジで意外とイカでも違和感ない。まあね、確かにね、うん、人によってはこっちの方が好きかもしれない。うん、うん、美味しすぎる、これ。やば、やばい。え、ちょっとびっくりしてる。うん、マジで近い。めっちゃ美味しい。わか、本当にこれ結構ね、近い近い近い。まあまあまあやと思う。ほんまにありがとうございます。韓国行くまで食べれへんと思ってたから。ああ、
しちゃうな、うん、私も嬉しいです。バクも絶対好きやんって言ってもね。やったと今の段階で好き、めちゃくちゃ好き。結構上位に入るんですけど韓国料理。天才だこれ、ほんまに天才。焼酎飲みてーす。間違いない。当時からうろねー。今日はちょっと用意してないね。その当時を思い出すから余計焼酎の、そう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 、あれもある。あの時って最終日の夜やから、うん、だいぶペウロの時に行ってるやんか。今マックス払いでるだけだからこんなにうまいんかって改めて思ってる。すごい、ほんまに美味しい。春雨いい役目してるんですね、こんなに。そう、なんか追加してよ。はい、これ残したらもう一回かけておいてまた食べよう。あ、了解です。うまい、マジでうまいよ、うんちゃんこれ。うん、本当に俺もびっくりしてる。うーん、僕は参考にしたレシピ、あのリンク貼っておきますんで。あ、うん、はい、ぜひあの、まあ、気になる方は作ってみてください。一瞬だけこうなると思ったからもう用意しましたんで。さっきの 70% ぐらい多分いけるんじゃない。マジで。うん、残ったら明日のご飯になるだけ。全然食べれるな。うん、あの時もタンムジだったっけ。あの時はなかった。なかったよな、タンムジ合うわ。おー、めっちゃ。第2弾です。私逆に嬉しいかも。ゲンミチほんまに美味しかったんやけどマジで辛かったんですよ。ああ、涙目になりながらずっと食べてたんです。結構辛かったんや。そう、それをあ辛い辛いって言いながら食べれるこの辛さがもう最高。はいはいはい。こっちの方がバクバク食べれる。そう、この状態にヤンニョンポンしたい。あ、ちょっとヤンニョンドバドバにしてみたい。いいね。めっちゃ待ってる。すげえな。いいですね。うわ、ここはまあまああったで。あ、まい。おかわりいけるもん。いいですね。当たり前のように。あ、おんだ。それやろ。うん、さっきの半分ぐらいだった。お。どうしようかな。ちょっと置いとこ。入れこ。いや。入れてやめ。ふつふつしてきましょう。ね。今。いいもんちゃうわ。サムチョン。サムチョン、まあサムチョンやな。うわ、なんか先より辛そうな。いいいいいいやいいや。おいしそう。もう全然初めて食うテンションでいけるけど。さすがやな。天才やん。さすがに日本でもやってほしい。うん。間違いない。あけみじね。うん。これやったら結構好きな人多いと思う。絶対。母さんの創生できるようにすればね。うんうんうん。なんちゃってなんか癖がいっぱい溢れてるから。いや。もうあれは僕の調子。僕滅。おつよか、これ濡れんな。雨の音みたいな感じで、あのフィーリングミュージックな。いや、お腹空いて寝れへんと思う。はい、じゃあ、大きな量、うん、つけられる量、はい、うわ、熱々やな。うん、うん、あ、より近い。おー、より近い、おー、ずっと食ってると、俺でも辛いと思うぐらいだと思う。おー、いや、注意や。おいしい。うん、いい感じ。マジでまた初めて食べたぐらいのテンション。うわー、アクプスうまいわ、ほんまに。うん、な、これやん。確かにより近いな。あ、誰なんこれやり始めたでしょって、アクプス。ほんまにな、天才。天才やろ、天才。ほんで、玉ねぎとかネギを結構厚め、ご厚め、うん、に切るようになってたから、うん、まあそのまま切ってみたけど、うん、いいね、食感、うん、食感がね、やっぱシャキシャキするし、うん、完璧。うん、ちゃんと理由があった。マジで皆さん、このレシピ通りにやったら美味しいんで、うん、韓国ではこれ普通に家で食べる料理みたいな感じですか。いやお店、基本お店です。店やの、これは、うん、今日、夜ご飯なこつらんでとかあんまり言わない。もちろんそういう家もいるかもしれないけど、さすがにボッコバブしないやろね。スルッとします。え、マジで無理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 やろ、ね、無理。さすがに無理やろ、うん、おかわりしちゃいましたもんね、うん、そう。なので今の自分の器にもうお好みでこれでいいと思う。やりたい、うん、ありがとうございます。やった。皆さんこういう風にします。さすがにね、あの全部食べるのしんどいんで。あ、うまい、うまいもん、もううまいもんな。今2億ってうまいって言いました。うまいね。
うわ優勝優勝やばいよなああ最高や。しかもねこのレシピ次の日っていう記事だったけど、うん、これにラーメンサリ入れてうわラーメンで食べてこれめっちゃ面白かった。なるほどな。おおこれちょっと時間空けてバイさん入れてもう一回やろうよ。やりたい。俺は食べたいわ。うんその時ラーメンやろう。いいやん。うん美味しすぎてあれですもんね。自分のお腹100パー超えて食べてますもんね。そうね100パー超えて食べてるあれ出れすぎたと思ってる。うんうわマジでビビンバぐらい食べたんじゃないの、うん、ビビンバの時ぐらいみんなだってうますぎんねんもんイエーイはいよーえいーまあ量的にはポッカンバするにはもう最適な量残ってるちょうど何その顔明日食べる邪魔すんな邪魔すんなちんちゃ、ちんちゃペグーあー本当に美味しかった、うん、ほんまに天才すぎた天才やった、うん、いやマジで近いしもし材料をほんまに言ってる通りに揃えてたらまんまかもしれんなるほどな、本当にそれぐらいのポテンシャル持ってるレシピやったんで、うん、いやもう皆さんぜひやってみてほしい、うん、本当に美味しかったです。そしてその記事の方本当にありがとうございます。ありがとうございます。カムサムニだーバカやっとね念願のナッコプセ食べれたな。噂ではめっちゃ美味しいが好きそうって聞いてたから、けど絶対日本で食べれへんやろと思ってたんがカムサムニだおでまたね実際にね韓国行ってからも、うんうん、またね食べに行きましょう、うん、また食べたいって思うんだ。いやマジで、うん、あそしてねさっき言った通りにマイさん入れてああうんね日本でもグレードアップさせて第2弾もやりましょう。じゃあ皆さんぜひ次回の動画も楽しみにしてください。じゃあイボン43ウイカジゴヨチョイヌンとタウン43ヤソペットロハギスクールハナルーセセヨこのポクポクがかわいい。なんか名前つける何しましょう。ポクでいいじゃん。ポクでいい。ナッコポクポクナッコポクポク